おはようございます。7月5日火曜日の東京インフォメーションです。誰もが文化でつながる国際会議の開会式が先週2日に開催され、小池知事は先進的な取り組みを発展させる機会にしたいと挨拶しました。この会議は東京2020大会のビジョンとして掲げました多様性と調和をレガシーとして継続するその象徴でございます。そしてまた発展させるために開催をしたところであります。社会のあらゆる活動やあらゆる人々を文化でつないでいく、そしてその成果を東京から世界へと広く発信をしたいと考えております。誰もが文化でつながる国際会議は、都と東京都歴史文化財団が芸術文化による共生社会の実現を目指して開催している総合国際カンファレンスです。基調講演、本会議、文化会などの国際会議などプログラムの一部は終了していますが、芸術文化による社会包摂の取り組みを紹介する展覧会や公募によって選ばれたホストがプレゼンテーションやミーティングを実施するネットワーキングプログラムが東京都美術館であさって7日木曜日まで開催されています。詳しくはホームページ内にあるパンフレットをご覧ください。都が募集していた育児休業の愛称が決定し、先月の発表に合わせて都では育休を取得しやすい環境づくりに取り組む企業や団体を募集しています。育休の愛称は8825件の応募の中から商標などを確認した上で先月発表されました。育業、はい。育児は苦労も多いがその分幸せも大きい。育児休業には職場の理解が必要で、みんなで協力し合うことが不可欠。男女問わず望む人誰もが育業できる社会を目指そうという思いが込められています。都では育業の趣旨に賛同し、男女問わず誰もが育休を取得しやすい環境づくりに取り組む企業団体を募集しています。画面右下の QR コードをスマートフォンなどで読み込み、アクセスした応募フォームに必要項目を入力してお申し込みください。さらに都では育業のロゴを作成する予定です。ロゴマークを活用した愛称の普及浸透につながるキャンペーンやイベントなどを実施する事業者を募集しています。応募フォームに必要事項を入力して来月10日水曜日午後5時までにお申し込みください。事業費の一部支援などもあります。都は男性従業員の育児休業取得率が高い都内の企業の登録を始めます。東京パパ育業促進企業の対象は、過去2年度の男性従業員の育児休業取得率の平均が 50% 以上などの要件を満たす都内で事業を営む企業などです。登録企業などには男性の育休取得率に応じた登録マークが送られるほか、都のポータルサイトで企業情報や取り組み内容が周知されます。さらに都の中小企業制度融資が利用できます。登録の申請は今月20日水曜日以降に家庭と仕事の両立支援ポータルサイトにある申請フォームから行ってください。また登録申請の問い合わせは令和4年度男性育休取得促進に向けた普及啓発事業事務局に今月20日水曜日より電話かメールで行ってください。登録制度の概要については産業労働局雇用就業部のホームページ東京働くネットをご覧ください。東京都では都民事業者の皆さんに向けて今年の夏の節電アクション HTT を呼びかけています。ポイントは電力を減らす H、 電力を作る T、 電力を貯める T です。家庭向けには東京クールホーム自分で作るお家の電気、
作った電気を家庭で使用できるだけでなく、災害時の非常用電源としても活用できる太陽光発電の導入検討などを呼びかけています。ここまで東京インフォメーションでした。